青番3コーナーから4コーナーに向かいます。渡辺正也がまずは動いてまいりました。東の遠征ライン2社での仕掛けは渡辺正也、そして4番手の稲毛は4社です。2番の小川が短期戦、残り2周というところ。さあこの辺りは稲毛が下げるか、いや5番の渡辺正也が抑えるところを4番手の稲毛、稲毛が現在はちょっと粘るか、ここは突っ張っていきますか。ここで外に外した5番車の渡辺正也、2番の小川もちょっと切り替え含みだったんですけども、結局は近畿の5番手に車を避けています。5番の渡辺正也一度上がったんですが叩けず元の位置、4番車の稲毛が後ろを警戒する中でやってきたのは5番車の渡辺正也、一気にかましてまいりました。さあ気づいた4番車の稲毛が合わせられるか、外を通って5番の渡辺正也のスピードがいい、ここで5番の渡辺正也が叩き切りました。追走は3番車の鈴木です。そしてうまく2番車の小川が近畿ラインの3番手をさばいてまいりました。3番手から縦に踏んでいくのは4番車の稲毛、さあ内に切り替えた1番車の清水が2番手の内攻めてまいりまして4コーナーを回ってくる混戦模様となってくる。1番の清水が最後突き抜けたか、内は2番の小川雄介。